こんにちは、スポーツ MC の岡田です。旅するラントリップスタンド北海道編、お届けしていきたいと思います。旅するラントリップスタンドがグダー、スポーツサングラスのグダーとともに全国のランナーに会いに行くという企画、1日限定のですねラントリップスタンドがその土地にオープンするというこの企画なんですけれども、ついに4つ目最終地が北海道、お届けしていきます。その現地に向かうこのグダーバスの車内でスペシャルトークをお届けしていきたいと思います。今日のゲスト、田中裕介さんです。よろしくお願いします。来た、来ちゃいました、来ちゃいました。北海道の謎めいたランナー代表田中裕介さんにいろんなお話お伺いしていくドライブトークお届けしていきたいと思います。それでは現地まで出発進行。おーおー、イエーイ、ボンボンとボンボン、やんちゃなエンジンを今日もかましてますね。はい、グダーバスが1968年製のワーゲンバスがね、火を吹いております。今いやぶっ飛んでますね、ぶっ飛んでますね。今日もあのグダーの今谷さんに運転をしていただきながら現地まで向かいたいと思いますけれども、ラントリップチャンネルにもちょこちょこ出ていただいたり、まあレインウェアの紹介とかね、はい、僕もご一緒しましたけど、田中くんって僕は呼んだり、タンタンとちょっと相性をつけて呼んだりさせていただいてるんですけど、田中裕介ってどんな方なのって思う方がいると思うんですけど、自分なんて紹介するんですか。一応僕はあの、はい、なんか何してる人なのってこういうふうに言われた時は、はい、あのまあ、あのトレイルランナーっていう、ああなるほどね、まあ、あの言ってます。なるほど、はい、そういうことなんですね。トレイルランナーっていうことでいくと、うん、あれですよね、僕らが出会ったのも、はい、もう多分10年ぐらい前になる気がするんですけど、新潟、はい、スキー場で行われてたトレイルのリレーマラソンが湯沢であって、はい、うん、その時に初めまして、してるっていうのが、そうで、もう10年近く経ちますもんね。そうなんですよ、はい、でその当時田中くんはサロモンアスリート、そうですね、はい、うん、っていう中で、うん、ちょっとあのなんで北海道で田中裕介なんだっていう方もいるかもしれないですけど、今北海道に住まれてるんですよね。今も北海道のあの、はい、ほぼ日本の最北端の、うん、陸の孤島みたいな中川町っていう場所があるんですけど、はいはいはい、そこに今住んでます。中川町に住んでるという、はい、うん、中川町ちょっと分かんない方今 Google マップでぜひ調べていただきたいんですけど、はい、いや本当にあの札幌からどれぐらいですか。札幌から大体はあの4時間から5時間、うん、車で4時間から5時間で、あの札幌行くよりロシアの方が近いっていうそんな日本存在するの、はいはい、もうあのほぼロシアみたいな場所に住んでます。じゃあほぼロシアから今日車4時間かっ飛ばして、はい、札幌まで来ていただいて、来ちゃいました、今ありがとうございますで中川町に移住したんですよね、はい、そうです。去年の、うん、2023年3月末ぐらいですかね。おお、じゃあ1年半ぐらい前、はい、ですね。おお、もうそんな経つんですね。いやほんとあっという間ですよ。でそれまでは札幌市内に、うん、それまで札幌に住んで、活動してました、うん、ちなみに北海道歴はどれくらいですか。もう8年とかになりますかね。おお、そっか、はい、長いっすね。いやもう気づいたらもう未だに北海道出身の人と思われてて、そうそうそう、だと思いますよ、はい、全然僕岐阜県出身なんですけどもうあの北海道の人にあの結構グルメ情報とか聞かれたりとか、遊ぶ場所聞かれるぐらいまでなりました、ね、めっちゃ詳しいんですよ、大好き。いや本当忘れられないのが2年前北海道マラソンね、ラントリップとともに来た時に、うん、その田中くんと夜一緒にご飯食べさせていただいたじゃないですか、すすきのにこんぐらいのサイズのスケボーで来たっていうあの小型のスケボーで B さん履いてシャーって現れておいっすみたいな何この人ってなんだこのすすきのに住んでそうな人みたいな雰囲気で、それめちゃくちゃ軽快に現れたのが印象的ですもん。懐かしいっすね。ねえ、懐かしいっすよ。まあそこから移住してとかいろいろありますけど、うん、さっきその出身の話がありましたけど、はい、だから岐阜からの、はい、うん、そこで生まれて、出身は岐阜で、はい、でまあ高校まで岐阜県ですかね。はい、はい。で大学で、大学からあの城西大学っていう、はい、まあ、埼玉の大学の方に進んで、で大学生の時から、まあ、外資系の企業から依頼されてランニングチームを立ち上げて、はいはいはい、ランニングのコーチを、始めたんですよね、うん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 、そのあたりから、大学生で、まあ、埼玉に住みながら東京の方にも週5、週6とかで、東京の方にもずっと行っていて、それが20歳ぐらいとかなので、
だからもう結構その頃からもうちょっとカオス味がちょっとなんかよくわかんない感じになってきてますね。今よくわかんない、そのカオス、カオスな匂いがする、はい、カオス味がねちょっとするっていうね、わ、はい、かる。これあのまあだいぶカオスな、はい、そんな、まあ、カオスなトークをちょっとここからいろいろと聞いていこうと思うんですけど、はい、今日ちょっと僕らが持ってるサングラス、うん、スポーツサングラスグダ、はい、僕がつけてるのがいつものサークル G なんですけど、だいぶカオス味のあるカラーですね。カオス味のあるBFG、はい、田中くんがつけてるのがもう緑のなんていうの、なんかこうこのなんかバイオハザードみたいな感じのそうですね。でも似合うですね。なんか初めちょっといかついなと思ったんですけど、意外といいですね。かっこいい。夏って感じビンビンしてますよね。ね、やっぱそのなんか夏っぽい、はい、なんていうんだろう、ぶっ飛んだ感じが似合いますよね。ありがとうございます。なんかそのなんていうんだろう、派手なものが似合うっていうか、はい、いやでもなんかそろそろ俺も大人になりたいなってあのお前色物ばっかじゃねえかっていうので結構黒っぽいもの身につけたりとかやっぱりすることもたまにあるんですよ、はいはいはい、やっぱりアクセントでこういうのあるとちょっとテンション上がるですねそうですよね。でまたその大学生のところを振り返っていくと、はい、そこから陸上競技というか、うん、まあだから選手としてもうゴリゴリ走りながら、はい、その指導みたいなことをやられてるっていう、うん、まあなんかちょっと変わった大学生、はい、そう。でもなんかどっちかというと、うん、まあ、あの競技は一旦高校で終わっていて、ほう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 、大学生の時はもう本当に選手活動はもう一旦線を引いて、あのその コーチングですね、まあ、市民ランナー中心にそのランニング指導っていうところをまあずっとやってたんですよ。なるほど。で、あの 教え、まあ、教えられてる人というか、うん、まあ、そういった人のモチベーションっていろいろあると思うんですけど、うんうん、教えてくれる人がめちゃくちゃ頑張ってたら、うんうんうん、あ、私も頑張ろうってなるじゃないですか。なるす、なるす、はい、そういったので、まあ、なんかこう言葉で伝えるとか、あのいろいろな多分指導の仕方ってあると思うんですけど、うんうん、同時進行で背中で見せていくっていうのも大事だろうと思って、うん、大会とか出始めたら面白いぐらいこのチームの、ま、自己記録の更新率がすごい高かったんですよ。なので、あのやっぱこういうの大事だなっていうので、人に走ってもらうため、頑張ってもらうためにはまず自分頑張んなきゃっていうので、コーチから選手になったんですよ。あ、そういう順番なんだ、はい、そう。でもこんなに真面目に喋ると田中裕介久しぶりに見たなんですごい、すごい、はい、ね、真面目なというとあれですけど、でもやっぱそういうストーリーがあるんですね。そうですね。 でもそこからご自身がやっぱり指導もやる中で、はい、競技として力入れていくのがトレイルってことですか。そうですね。あの僕はそのランニングチーム立ち上げた頃に、うん、まあ、トレイルランニングってものを知ったので、本当だから 10年以上前ですよね。だからに知って、で当時ってあんまりこうトレイルランニングの、まあ、指導する人もいなかったし、はいはい、あの情報も本当になかったので、うん、あ、これはなんか、まあ、自分の、まあ、人体実験とか したり、はい、いろんな人にこう指導する中でどういったら伝わりやすいとか、どういったらなんか伝わりづらいとか、そういったのを、まあ、なんか実地で言ってた感じですね。へー、はい、そういうのを試しながら。そうですね。じゃあやっぱり今でこそそれこそトレイルランニングの、うん、まあ、レースもそうだし、はい、まあ、北海道で行くとねレッドブル400、うん、あの大倉山の付近のジャンプ台、はい、ブワーってやるやつ、やば、登るやつとか、はい、めっちゃ出てるじゃないですか。あ、そうですね。なんかああいうのとかにたどり着く前に、はい、うん、なんていうんだろう、トレラン初めてというかトレランをじゃあ社会人になってから覚えていったみたいな。あ、でも選手として走り出したのはもうほとんど、でもちゃんと選手としてやっていこうと思ったのは本当、まあ、サロモンに入ってからですね。社会人になってから。そっか、はい、それまであくまでコーチングが軸で、あの人に頑張ってもらうために自分頑張ろうっていうので、あの指導の仕方とか競技を頑張ってたって感じですね。面白い、はい、そこで、うん、社会人のデビューという形で、はい、サロモン、あ、そうですね、の社員になる、はい、まあ、の店舗スタッフで最初入ったんですよね、はい、で、あの元々サロモンってブランド、まあ、知ってたんですけど、うんうん、僕サロモンってブランドに惹かれたというよりは、あのスントって GPS ウォッチで有名なブランドが、はい、今日もつけてますね。あ、そう、当時なんかすごい大好きで、はい、あのスントの時計、スントのブランドを調べてたら、なんか店舗スタッフを募集してるっていうのを見つけて、なるほど、
でそこで初めてなんかスントとサロモンが同じ会社だったんだってのを知ったんですよ。なるほどね。日本でアーメアスポーツっていうところがね、はい、一緒に取り扱ってるっていうのがあって、そう、はい、だからそれ、だからそこでまあたまたまサロモンとスントはつながって、あで、まあ、当時はサロモンとスントの直営店っていう形であの販売店があったので、そこに僕は入ったっていう感じですね。すごいですね、はい、でもじゃあそのスタッフ兼サロモンアスリートっていう、はい、あでも元々はただ あのショップスタッフで入ったんですよ。お、まあ、あまりこうなんかランニングを、まあ、すごい好きでやってたけど、はい、まあ、一旦そこちょっと線を引いて、あの、まあ、好きなものに向き合おうっていうことで、まあ、まあ、スントとこう触れ合いたいしっていうので入ったんですけど、あの結構サロモンってトレーナー大会いっぱいあるじゃないですか、うんうん、プロデュースっていうかでサポートしたりね、サポートしてる大会いっぱいあって、でそこでやっぱりもちろんあの僕のスタッフなので、はい、ブース出店、あ行きますよね、イベントにあのブース構えて、うん、あのなんかイベント乗りでこう、はい、販売するみたいなのをやるやるやってたんですけど、そしたら僕の上司が、はい、あの出走予定だったんですよ。でその当時野沢温泉のトレーナー大会、これ出てる方も結構いるかもしれないですね、はい、サロモンもやってる、そこに上司が本当は出る予定だったんですけど、うん、体調崩しちゃって、あらま、はい、で、でちょっとユウスケお前代わりに出てくれって、へえ、はい、まあまあスポンサー枠で、はい、誰も出ないのもあれだし、そう、出てくれと、枠開けちゃうのもあれだから、はいはい、ユウスケお前走ってくれって言われて、で、まあ、分かりましたって言って、特にその練習をしてたわけでもないんですけど、はいはいはい、まあ急遽台数で走ることになったんですよね。でもやっぱスタートラインに立ったら、なんかやっぱりもう。やったるみたいになるじゃないですか。スイッチが入ったんですね。はい、そうで、まあ、サロモンもあのサロモンアスリートとかもいたんですけど、そうかサロモンアスリートも出てるしゲストとして出てるし、はい、まあ、そういう中でもスタッフとして、はい、じゃあちょっと僕サロモン枠で、僕はあくまで販売スタッフで、はい、でサロモンの冠大会でだけど、まあなんかちょっとどうせ走るんだったらとことんやりたいなっていう、あのので思って、田中裕介っぽい、はい、走ったらサロモンアスリートに勝って優勝しちゃったんですよ。マジっすか。それいやちょっともうね、いやもうごめんなさい、ちょっとサロン、もう田中君がすごいとかの前にサロモンアスリートの気持ちになってしまったもんね。辛いよそれ、はい、勝っちゃったんだ、はい、それはそれ当時いろいろあったんですけど、うん、あのなんかいいぞお前やったなみたいなっていう人もいれば、うんうん、お前何やってくれてるんだっていう、そりゃそうだよね、お前さみたいな、そう色の賛否両論があるわな、いろいろあって、あるわな、まあでもなんかそれでまあお前ねなんでそんな走れるんだみたいなこう風になって、うん、まあ、実はそのサロモン入る前こういうことやっててみたいな、なるほど、はい、話になって、でそっからなんかこうあの、ね、主催でイベントやったりとか、おうおう、あのでサロモンアスリートになったりとかっていう風に、結構そこがこうきっかけで面白い、はい、なったんですね。人生を変える、はい、まあ、スントとの出会いもそうだし、はい、人生を変えるレースだったんですね。そう、なんか なりましたね。なんか、はい、だからなりたくてなっていったというよりも実力で、うん、はい、まあ、そうなってしまったっていうか、ね、なんか分けてやればいいかなって、そのまあランニングも好きだし、うん、サロモンのあれも好きだし、なんか分けてやってもいいのかなと思ってたんですけど、まあ、たまたまそこは繋がっちゃったっていう、はい、面白い感じですね。そこからね、まあ、サロモンアスリートになりながらもこういろんなレース出て活躍されたりってする中で、はい、うんうん、北海道に来るのも、はい、うん、そのサロモンきっかけなんですよね。そうですね、札幌に、サロモンエクス、札幌エクスペリエンスベースっていう、うん、サロモンの、まあ、コンセプトショップ、ドンとドンとしたこうちょっと面白いコンセプト まあ、遊び売りにした直営店を、うん、が、昔作ったんですけど、その立ち上げで、そうか、はい、東京から、はい、来たっていうね。で北海道にゆかりなかった。いやもう何も縁もゆかりもない、もう本当に何も知らないぐらいのところで来ましたね。で急にじゃあ田中君やお願いしますって言われて、はい、その時どういう気持ちだったんですか。まあなんかもう面白そうだなと思ったんですけど、うん、まあ一旦ちょっと冷静に考えて、うん、まあ、北海道とランニングの、うん、北海道でのこうランニングとかトレイルランニングの可能性ってところをちょっといろいろとリサーチ入れて、いやー、はい、はいはい、見たら可能性しかないなっていう、うんうん、それはどんな、北海道って結構アウトドアの聖地とかスポーツのなんか聖地ってイメージ強いじゃないですか。あ、はい、だけど意外とそのウィンターシーズンとか盛り上がってるけど、あのグリーンシーズンのそういったランニングとかトレイルランニングのなんか匂いというか、なるほど、ね、そういったのって意外としなかったんですよ。なんでそれってなんかやりようがいっぱいあるなっていうふうに、はい、思いましたね。あ、なるほどね、はい、そう
ういうことね。じゃあその可能性を感じられるっていうので、うん、あ、これ俺行ったらなんか面白いことできそうみたいな感覚もあって、はい、うん、一応行ってみっかみたいな。そうですね、まあ、可能性あるならちょっとやってみようかなっていうので。いいよ、はい、このなんかもうちょっともうね、田中雄介を知ってる人はもちろんですけど、知らない方もなんとなくこの辺になってくると気づいてくると思うんですけど、まあこういうなんかね、なんていうんですか海の海にもいそうな、ちょっとチャラついた雰囲気、ポップな雰囲気もありながら、ちゃんとリサーチかけたりとかちゃんと調べたり、ちゃんとコーチングしたりとか、ちゃんと背中で見せるとか、めちゃくちゃいろんなこと考えてますよね。いやもうランニングとか好きですからね。いやもうそう、もう本当ね、もう愛です。愛だ、愛だ、愛です本当ね。そう本当なんかね、そう田中くん見てるとなんて言うんだろう、好きで生きてるなって気がするんですよ。うん、それこそだからその人生のきっかけ、またね、はい、札幌エクスペリエンスベースを立ち上げるっていうところで、はい、まあ北海道に来て、そこからまた8年間で人生変わっていくじゃないですか、はい、で今はそのサロモンっていうところを、うん、まあ、ちょっと卒業してるんですよね。そうですね、2024年の2月かに、サロモンアスリートは、まあ、いた卒業ということで、はい、ちょっとまたやっぱこうずっとなんかどっかにおんぶに抱っこ状態でいると、うんうん、やっぱそこ甘えてしまう部分もやっぱあったりするし、やっぱいろんなその可能性っていうところをやっぱ狭めてしまうこともあると思うので。こんな真面目な田中君久しぶりに見た、はい、なんかちょっとやっぱ冒険は好きなんですよ。冒険、はい、だからこの冒険したいなっていうところで、じゃあ新しいチャレンジということで、ちょっと一旦そこは卒業っていう形で、面白、はい、させていただきました。え、そのどんなんかその楽しいを追い求めて、はい、俺田中君ってすごい生きてるような気がしてて、はい、なんか今、まあ、トレイルランナーとしてこう活動されてますけど、他にもいろんなことやってるじゃないですか、はい、今なんかこう楽しいって言ってやってる活動ってどんなものがあるんですか。あ、でもいや何やっても結構面白いし楽しいんですよ、うん、でもう僕もその、まあ、一応肩書きトレイルランナーっていう風に言ってるんですけど、うん、自分自身ちょっと何やってるか分かんないぐらい、もうはちゃめちゃにはなってきてるんですよ。なんかいろんなことやりすぎて、はい、いろんなことやりすぎて、でも一応全ての軸にはランニングとかトレイルランニングは全てこう、軸には真ん中そこに集まってくるみたいな、はい、だから全く関係ないことを一切やってなくて、だけどその中でやっぱり特に面白いなと思うのは、そのトレイルランニングってものをいかに知らない人とかに知ってもらえるかっていうところ、そこがやっぱりめちゃくちゃ今面白いですね。で、その活動ってなんかイベントやったりとかですか。イベントをやったり、それこそ紫スポーツっていう、はいはい、全くランニングの色のない、うん、むしろ横乗り系ですね、ランニングの真逆に位置する、うん、もう種族なんじゃないかっていう、その紫スポーツ、うん、横乗り系の、はいはい、スポーツショップと一緒にイベントやったりとか。はい、面白いですね。横乗りランクラブっていう、横乗りランクラブはい、マジで田中雄介しかできないでしょそれ。横乗りの人もはランニングしようよで、うんうんうん、ランニングの人は横乗りしようよっていう。あ、面白いそれ。まあ、スポーツを通した異文化交流。何そのそうっていうのをやったりとか。ちょっとチャラついてる感じだけど、はい、すごい真面目じゃん、はい、めっちゃかっこいいじゃん。でも意外と真逆に位置するけど、うん、意外とお互いにお互いのことやることでメリットってやっぱあるんですよ。なるほどね。そういったなんかそのそこなんかもうどっちも好きなんですよ。だからそっかそっか、田中君自身がそうですよね。もう大好きなんで、好きすぎて好きなものの共通項とか探しちゃうじゃないですか。あ、はいはいはい、好きな人いたら、うん、だから好きな人とのこう共通点ってなんだろうとか探すじゃないですか。探します。好きなもの何かなとかね。共通点が多ければ多いほど関係性ってめちゃくちゃ良くなるじゃないですか。そう、最高です。話弾みますよ。はい、そう。それ一緒で、横乗りとランニングってもう一見もう別の世界のような別の世界の人間というか、まあ、ものだと思うんですけど、意外とちゃんと考えていくと、例えば横乗りの人はランニングした方が意外となんすかね、体力いるんですよ、遊びって。そうですね。で、意外とそういった横乗り好きな人って体力を養うこと苦手だから、そっかそっか、ランニングすることで遊びがもっと楽しくなりますよっていうところとか、うん、それもある。で、逆にランニングの人って意外と不器用な人って多いんですよ。めちゃくちゃわかるよこれ。もうが僕もそうですけど、はい、なんか走るのとかは強いけど、
なんかその器用さが必要なこととかって苦手だったりとかする人多いと思うんですけど、苦手意識があると思います。そう、はい、でやっぱ横乗りスポーツってあのコーディネーショントレーニングって言われる運動神経を養うトレーニング方法にも使われるぐらい、そうなんですか。そう、あの 器用さを磨けるんですよ、まあ、全体体の動きの全体ですよね、うん、なんかその、はい、まあ、バランスを取れる能力を高められるんですけど、だランニングそれすることで、あの運動神経良くなるんで、あの練習の吸収率上がるんですよ。面白い。同じことをしてもよりこう吸収されるようになってくるっていう。うわ、なんかお互いにとってメリットがあるんですよ。これってなんかそういう意味だとこうね、はい、ランニングそれこそ、まあ、丹那くん相当速、うん、いゾーンでトレーニングしたりとかレース結果出したりしてくれるじゃないですか、はい、もう僕も市民ランナーの皆さんもレベルに関わらず、うん、他のスポーツ取り入れるっていうか、そう横乗りとかやることで、はい、パフォーマンスがランニングの方も上がっていく可能性があるっていう。そう、めちゃくちゃ上がると思いますね。これ目から鱗というかね、うん、まあまあまあちょっとね違う切り口でチャレンジするのもいいですよね。そうですね、まあ、そういうのやったりとか、あとはなんかこうなんですかね、あのトレランとかランナー向けのじゃない人に向けて情報を発信するっていうところですね。どんなだから最近だと結構その、あのテレビとかの、あの映像を撮るっていう仕事が結構多いんですよ。テレビの映像を撮る、はい、だつまりカメラマンの仕事。カメラマンですね。なぜカメラマンを、はい、あの、まあ、結構その当時の、まあ、UTMF って あるじゃないですか、まあ、ちょっと今名前変わりましたけど、はい、富士100っていう名前だったんですけど、はい、あのそこのライブ中継を2年前ですかね。そう、はい、その会場でも会ってますね。会ってますね、はい、そうそうそう、2年前にそこさせていただいて、それきっかけで、あの結構それちょっとうちでもやってほしいっていう風にいろんな方から声かけをいただいて、カメラつまり走力があって山走りながらそれを撮ることができる人だってことですよね、はいはい、そうですね。で結果のそのテレビ業界独特の無茶ぶりに、うん、なんとかできるみたいなとこに全部イエスで通ってきたっていう、その、あ、はい、田中裕介のこうパーソナリティとして、はい、あ、はい、いけますっていうこと。僕のパーソナリティが意外とテレビに結構マッチしたっていうのが。なるほどね、はい、テレビの無茶ぶりにあ、うっすうっすでいけたっていう、そこでなんか結構その特にまあバラエティ番組中心ですけど、いやこれね、そう、はい、皆さんも知ってる某番組とかの、はい、あの映像を撮ったりしてるってことですよね。そうですね、そういったところを今結構やらせてもらうことが多くて、あのもうバラエティ番組とかってもう超メジャーじゃないですか。いやそうですよ。で一切ランニングとかトレランっていうワードがほぼ出てこないような世界。出てこない、うん、でその中でそこにこうランニングのバイブスをこう注入していくっていうところが結構やっぱ面白いなっていう。いやそれすごいっすね、はい、じゃあまさに今バイブス注入中だ。注入中ですね。あれですよ、注入中って言いましたけど、はい、丸々中ですよね本当に。丸々中ですね、あの撮影してるやつが丸々中ですね。本当に走る人たちが出てる丸々中をスドッと撮ってるっていう、うん、そうですね、すごい、はい、ねえ面白、うん、でもそれでも走るっていうところから、はい、だからビジネスっていうか仕事の意味では本当にいろんな指導もしてるし、うん、企画もしてるし、はい、ランニングクラブというかね、そういうイベントの企画やったり、うん、カメラ撮ったり、はい、だからいろんな大会で本当ライブ配信のカメラ持って全力出してますもんね。はい、本当にすごい。だから本当田中裕介でしかできないようなことがどんどんこうバイネームで指名で入ってくるっていう、はい、そうですね、すごいわ。そりゃさ、うん、中川町に移住してもよく東京にいるわけですよね。そうですね、なんかもう年の半分ぐらいいるんじゃないかと思いますけどね。いやそうだね、うん、なんで移住したの、うん、あでも本当きっかけとしては、うん、あの、まあ、そもそも中川町知ったきっかけって本当、うん、些細な、まあ、本当たまたまで、そのやっぱ紫スポーツ仲良くさせてもらってるから、うん、一緒にサーフィンしてたんですよ、うん、そしたらたまたまこう道中の車で、うん、あのなんかパンフレットみたいなの見つけて、うんうん、それが中川町の作ったパンフレットだったんですよ。で、キコリっていう結構おしゃれな読み物ですごくかっこよかったんですけど、うんうん、なんかこれかっこいいですねって話したら、これ中川町って町が作ったやつなんだよって教えてもらって、なんかあんま自治体が作るものって正直イケてるものがないってイメージだったんですよ。なんかダサいっていう、うんうん、それがいいみたいな感じだったんですけど、だから衝撃で、見てみたい、こんなかっこいいもの作れる自治体ってあるんですかみたいな、面白い思って、でやっぱみんなやっぱ遊び好きの人ってみんなフットワーク軽いじゃないですか。あ、はいはいはい、じゃあ行っちゃいますみたいになって、なんかみんなでそのまま長町に遊びに5時間ぐらいかけて行ったんですよ。すごっ。それがじゃあ中川町とのファーストミートだったの。ファーストミートで、
人ごとのようにゲラゲラしながら田舎っすねとかって言って、東京23区を合わせたぐらいの大きさの町なんですよ。あ、でっかい、はい、で人口1300人じゃなくて、少ない、だから1300人で東京23区をシェアしてるようなもんなんですよ。何それ、すごい場所っすね。めちゃくちゃ田舎じゃないですか。うわ、考えらんない。だからもう数値的にも肌感でも田舎っすねとかって言って、うん、ゲラゲラゲラってこう一言のように田舎笑ってたんですけど、なんかなんてなんか次な3回目ぐらい田舎町行った時に、うん、役場の人に、田中さん岐阜県の飛騨高山の方出身ですよねって言われて、はいはいはい、あ、なんで知ってるんですかみたいな、そうですって話したら、あの中川町ってあの岐阜県の飛騨市とあの姉妹提携結んでるんですって話されてずっと一言のようにゲラゲラしてたんですけど、ちょっとやっぱり北海道にいて岐阜県の田舎とつながれるってなかなかないご縁じゃないですか。まあそうですね。このつながりになんかちょっと感動しちゃって、キュンときちゃったんだ。キュンってしちゃって、あれみたいな、運命感じ始めて、はい、ひと事じゃないっすねっつってちょっと待ってくださいっつって、はい、人それはひと事じゃないっすねっつって、すごい。でなんか僕のできることで何か町に還元ができるのであれば、うん、地元とつながれるところになんかこう還元できるの嬉しいからやりましょうっていう話して、へえ、特に何も考えず移住したんです。すごい、いやすごい、いやだから仕事、はい、普通だったら、まあ、それこそね、はい、4時間かける場所って自分の家から4時間って相当の範囲、皆さんもねいろんなところあると思うんですけど、はい、そこに何にも考えずにそのなんか運命だけで移住して、はい、だからもう後付けっすよね、何をやるかとか全部後付けっすね。やば、はい、そのノリ、もうマジで流れ、愛と好奇心で生きすぎてるとこうなっちゃうんだなっていう。いやーすごいわ、はい、愛と好奇心で生きてる、はい、愛と好奇心の塊です。愛と好奇心の塊、はい、でもなんかそれがすごいピンとくるっすよ、うん、そのちょっと愛と好奇心の化身は、はい、なんかやっぱりこうワクワクセンサーすげえ高めだなと思うんですけど、はい、なんかこうどんな時にこうワクワクするなとか、はい、なんかそういうなんか楽しそうとかって思うんですか。え、でももうなんか年々ちょっと自分のその好奇心もすごい強くなってるし普通逆じゃない。そう、年々、はい、年を重ねて成長する大人になっていくにつれて、うん、ワクワクとか好奇心アンテナ落ちていくじゃないですか、はい、増してっちゃってる。増してます。で好奇心とかもなんかそのアンテナの広げるエリアとかもなんか多分広げすぎてて、どんどんなんか何にでもワクワクできるようになってきてますね、なんか最近は。ちょっと待って、何にでもワクワクな、はい、できる方法教えてほしい、はい、なんかそのまあそもそも、はい、まあ多分ランナーとか結構よく聞くと思うんですけど、クロストレーニングってワードあるじゃないですか。ありますね、いろんな軸、まあ種でやってることがあって、うん、種とは違うことで種につながるトレーニングをするっていうこと、まあ、これがクロストレーニング、はい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 、ありますね。で僕はこのクロストレーニングって、うん、もうめちゃくちゃ有効だと思うし、うん、これをトレーニング以外でも、ほう、だって人間関係を構築する上でも有効なんじゃないかっていうふうに僕は考えて、うん、まあ、クロストレーニングを兼ねた異文化交流っていうことで、うそういったまあ横乗りランクラブやったりとか、あ、なるほど、ね、違う業種のスポーツの人とスポーツを通して異文化交流をするっていうことをしだしたんですけど、面白い。そこの可能性がやっぱりすごいどんどん広がってて、あ、なるほどね。で横乗りとランニングがつながるぐらいなので、うん、もうつながらないだろうって思うものも実はつながるんじゃないかっていうあ、そういうことなんだ。だからワクワクしないようなことでも何かワクワクできる方法があるんじゃないかっていうふうに考え方を変えれるようになってきたんですよね。なるほどね、はい、ワクワクをこう探すのがうまいんだよ。そうですね。だから結構そのどうしたらじゃあ僕はワクワクできるんだろうとか、なんかもっとワクワクできるんだろうとか、うんうんうん、そういう考えてたら多分何にでもワクワクできることあるんじゃないかっていう。なんか何にでもワクワクできるぞっていう前提でそれを探しに行くっていう、はい、そこ大事っすね。考え方とか、 なんか視点を変えるとか、なんかちょっと一旦、まあ、今じゃないなって思ったら違うタイミングでちょっとやってみるとか。ああ、なるほどなるほど、はい、そういうタイミングがね、はい、そういうのいろいろやってみるとなんだかんだワクワクできちゃうっていう。いやー、なんか、はい、そう、田中くんって何でも楽しんでるなっていう感じがすごいしてて、うん、まあ、ランニング一級品じゃないですか、まあ、いろんなことでいろいろやってますけど、はい、プロデュースもやってカメラマンもやっていろいろなやってる中で、はい、遊びの方もそうやってサーフィン、うん、スケボー、スキー、スノーボード、スノーボードマウンテンバイク、グラベルロード、おお、グラベルロード、はい、インラインスケート、インラインスケート、すげえ、はい、クライミング、はい、最近釣り、
釣り、はい、フライフィッシング。うわすごい。ちょっと待って、家大変そうですね。家大変なこと。パン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 。中川町に行ってよかったね。田舎だから荷物置くの大変でしょ。すごい。何するにもやっぱ車移動だし。いや確かに。剣玉。剣玉。卓球。卓球。あ卓球。あ、すごいんですよ。卓球もなんかなんか、はい、東京に来るたび卓球したりしてるし。あとサウナとかもね、いろんな人とつながりでやったりしてますけど、はい、もう、うん、いやこんな多趣味なランナーいないよね。多分いないと思うっすね。すごいっすよね。でも何やっても面白いくらいやっぱランニングにつながるんですよ。へえ、はい、だからでも結構ランニングすごい好きな人でこうランニングしかしないって人も多いじゃないですか。いやそうです、そうです、はい、もうそんなんもう僕だってそうですよ、はい、もうですよね。でも僕は結構もうなんかいろいろやることで結果ランニングがどんどん好きになってくるんですよ。いや面白いですねそれ。はい、だからもうあなるほどな。だから今ランニングなんか結構その日々なんかランニングやめたいなって思う人もいるだろうし、なんかまあちょっと練習頭打ちになってる方とかね、なんかとこうモチベーションがちょっと低下しちゃったりとか、走らなきゃって思ってるとかね、そう、うん、なってこうなってなる人いると思うんですけど、そしたら今クロストレーニングを一回してみるとやっぱりランニングしててよかったなって思うことも絶対あると思いますし、面白いなそれ。なんかあもっとランニングしたらもっとちょっと世界広がるかもって思うこともきっとあると思うんですよ。それなんか新しい発見ですよね。ランニングをやり続けていく中で、はい、ランニングって面白いなって感じることってたくさんあると思うんですけど、うんはい、そうじゃないことに、うん、あえてトライすると、はい、ワクワク感じたり、うん、ランニングの面白さに逆に気づけるっていう。いやそうですね。やっぱ知らない世界知ることでやっぱり知ってる世界の可能性をより感じられるんだと思うんですね。ちょっとさ、はい、いや今回北海道で田中くんがゲストに来るって言ってわ楽しみですって言ってたんですけどこんな話出てくると思ってなかったっすわ。なんかちょっともうちょっとウェイって感じの話かなと思ったけど、はい、いやもう全然ウェイですけどね。いやいやちょっとって、はい、ウェイ表面で中身すごいしっかりしてるじゃないですか。分かってましたけど、いやいやさすがっすね、はい、なんかランナーにおすすめの、うんうんまあ、それこそ走歴もう10年ぐらいで、はい、もうマラソンとか、うん、ウルトラマラソンとかもやってますと、はい、ランニング大好きっていう、市民ランナーにおすすめのクロストレーニングって何かあります？あーでも取り入れるこれいいよ、いっぱいありますけどやっぱりランニングってまあもともとは多分ギアスポーツって認識なかったと思うんですよ、うんうんうん、だけどどんどんこうシューズとかバックパックとかいろんな道具が、まあ、ギアが進化してきてて、まあ、俗に言うギアスポーツっていうものに結構なってきてるんですよ。そうかも、はい、今やシューズ何選ぶかどうやって使いこなすかっていうの結構大事なポイントですよね、はい、ただがむしゃらに練習すればいいっていうわけではなくて、うん、この靴をいかに使いこなすかっていうことが結構試されてきてると思うんですよ、うんうんうん、だそういったところでやっぱりそのギアを使うスポーツ、おーやっぱ一番はやっぱり卓球卓球ですね。はい、予想してなかった卓球。これはもう いいんですか、はい、先生。はい、もう卓球。卓球ですか。 あとやっぱその横乗りスポーツとか、おい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 、そういった俗に言われるギアスポーツって言われる道具をしっかり使うスポーツをすることで、あそういったギアのをしっかり使いこなすことが結構よりできるようになると思いますね。これ面白いですね。確かに卓球とか、うんまあ、ラケットとかね、すごい軽いボール、はい、スキーとか、うん、なんか圧倒的にランニングシューズよりも扱うのが難しい、レベルの高いものを扱うことによって、うんはい、シューズも扱いやすくなったりとか。でなんかランニングほどやっぱりランニングってどうしても反発運動じゃないですか、うんうん、なのでこの反発によるやっぱ疲労によってやっぱ怪我したりとかしやすいじゃないですか、はいはいはい、卓球も横乗りもゼロ反発です、はい、ほぼゼロ反発なんで足を例えばどんなにランニングでとことん疲れて、あ、なるほどね、あと一歩でもダッシュしたらもう足壊れちゃうみたいな、やばいボロボロだ、人でも怪我するリスクがほぼない。卓球はできる。でランニングしてたらやっぱ体力はあるじゃないですか。あるよ。してない人と比べたら、うん、だからいくらでも努力できるんですよ。ああなるほどね。努力するってやっぱ体力いることなので、努力し慣れてるんで皆さん、だからランニングをしてる人ってやっぱり努力する力にすごい長けてるんですよ。ああそれ嬉しい。だから成長するの早いんですよやっぱり。これポジティブっすね、うん、そういったところでその器用さがより養えていくスピードも速いので、結構ランニングしない人と比べたら圧倒的に成長するスピードが速くて、成長するスピードが速いとなんか楽しさも実感できるじゃないですか。そうっすね。どんどんできていくみたいな。
な。そうね。なんかその実感も早いからどんどんこうモチベーションも上がっていくと思います、ね。いやーなんかちょっと、はい、こんだけなんかいろんなものをワクワク危機として楽しんでるのを見てると、はい、なんかちょっとね違う休日の過ごし方もたまにはいいかなとかね、ウィンタースポーツ久しぶりにやってみようかなとかね。まあ本当いろんなアクティビティポップに楽しみたくなるっすよね、はい、でも卓球やってほしいっすね。卓球の話していいですか。いいっすよ。あのランニングってやっぱ男の人は分かると思うんですけど、必殺技ってかっこいいじゃないですか。はい、必殺技に憧れますよ。必殺なんとかパンチみたいな。あります。自分俺の必殺技見しちゃっていいみたいな。あ、なんか決め技ね、決め技やっちゃっていいみたいなあるじゃないですか。見たいです。ランニングってないんですよ、決め技って。あ、決め技確かにないかもしれないですね、はい。まああったとしてもなんかスタートダッシュ、ロングスパートとか、うんうん、ネガティブスプリットみたいな、なんかぐらいじゃないですか。必殺ネガティブスプリットみたいな感じじゃないですか。卓球って必殺技あるんですよ。おお。チキータとか。はいはい、聞いたことありますよ。バックスピンとか。うわ。スマッシュみたいな。確かに自分が磨いたその瞬間で出る特殊能力みたいなのね。そう。バックハンドスマッシュみたいな。確かに。あれがめちゃくちゃかっ、なんか。え、ちなみに必殺技は？僕サーブ7種類ぐらい持ってるんですよ。マジどうでもいい。サーブ7種類。俺あんま人に言ってなかったんですけど、俺サーブ7種類ぐらい持ってるんですよ。大丈夫ですかこれ YouTube で言って。ちょっと やばいかも。しかも今8種類目ちょっと増やそうと思って。あ、じゃあちょっと新しいサーブ、いくら対策をしても、対策しようが僕には今7種類のサーブがあるんで対策できません。ごめんなさい、あの対戦相手今このカメラの先にいないと思いますけど。そう、だからもうその多種多様なサーブ。ああ、面白い。はい、なんかそういうの練習したい。確かにランニングにはない面白さがやっぱある。でそういうな器用なことをやると、その器用にしていくことがやっぱランニングにもつながるんですよ。ランニングも器用にできるようになってくるんですよ。はいはいはい、それなんか確かにあるかもしれないですね、うん、なんかこういう一つの例えばトレランの下りとか、はい、なんかこういう下り方、足の置き方とか、なんかそういう一個を練習するとかにもなんかつながってくるような気もするし、はい、で特に細かいところで言うと、やっぱ特にトレイルランニングの下りってすごい、あの器用さが必要なんですよ。あの上りって割と努力が飛ぶ、結構パワーが必要だってすると思うんですけど、下りってどっちかというとパワーよりも器用さ、上るよりもあの体の受ける負担が大きいセクションなので器用さが必要なんですけど、うまく流していくみたいな足さばきとか体の使い方とかあると思うんですけど、そういったものにもつながってきます。すごい、はい、これまあトレランランニングやる方、うん、ぜひ卓球を、はい、マジでマジでおすすめです。何の動画なんだこれ。いやもうなんかすごいいろんなお話聞いてきましたけど、まあ今日ね北海道マラソン明日開催ということで、やっぱランナーもね日本全国から来てて、結構街中走ってる方もいますし、もうすぐあのランステがある札幌ファクトリーに到着して、まあそこで今回はラントリップスタンドをオープンして、みんなで走ってちょっと一杯乾杯しようかなみたいなね、イベントがここから開催されるというところでございまして、まあもうすぐ到着するんですけど、どうですかちょっと未来に向けて、今後田中裕介さんがチャレンジしたいとか、うん、こんな姿目指してるとか、はい、なんか描いてる未来ありますか。あ、でもやっぱり常々思ってることではあるんですけど、うん、今もういろんなこうランニングとかトレーランの関わるところ、もう強いても関わらないところにいかにランニングをつなげていって、あのこうなんか可能性をいろいろ探ってるんですけど、だから今いろんなこう軸があるわけなんですけど、そうかそうか、やっぱこの軸を一つ一つも、あの軸ができてきたので、この軸をもうどんどん一つ一つ太くしていくと。あー、なるほどね、はい、卓球、サーフィン、あとはスキー、あとは指導とか、いろいろなものがあるんですけど、その一つ一つ軸を太くしていく。特にその中でやっぱり一番自分が重要視してるのはやっぱり選手なんですよ。あくまでプレイヤーであることが大事だと思ってて。あ、自身が、はい、だからまあ一切なんかランニングに愛のない人がランニングの話してても、やっぱりなんか熱が違うじゃないですか。いや本当そうですね。であくまでそこはやっぱ僕もずっとまあ、そのランニングコーチした時からちゃんと背中で見せていくことの重要性とかもすごいこう感じているので、すごいわ、ちゃんとそこのプレイヤーとしてちゃんと頑張っていくっていうところはつなげたいなと思って。
で、選手としてやっぱ分かりやすいのってやっぱリザルトじゃないですか。あ、そうですね。結果が多分一番こう分かりやすく、うん、頑張ってんだなって頑張ってるなっていうのが分かると思うんで、そこの選手としてまあやっぱこうちゃんと活躍していくと。あ、じゃあ走り続けるっていうところも成果を、はい、やっぱどんどん体感も出て、まあ、なかなかちょっと出れてないんですけど、ちょっと出ていきたいなっていうところはありますね。はい、もうだ、そういう意味だともう、うん、トレイルランナーとしても、はい、まあ、引き続き走りながら成果を出して、うん、え、でもあれですよね、丹那くんがやっぱ得意な領域の種目ってどこですか、はい、短めの上りとか下りとか。言っちゃえば下りが一番得意なんですよ。お、そうだ、はい、あの日本に昔あったそのダウンヒルの賞金レースとかも負けなしですし。すげえ。だけど最近はちょっといろんなことやっぱ挑戦したいなと思って、うん、あと例えばアドベンチャーレース挑戦したりとか。ほうほうほう。で今年は毎年なんか面白いチャレンジしようと思ってて、うん、今年はスパルタンレース。へえ、はい、意外なところだ。障害物競争、はいはい、あれちょっと出ようと思ってます。あれ、それでそうだ、この前何か、はい、なんか炭袋でしたっけ。あれ石炭担ぎレースっていう北海道のスーパーローカル賞金レース。何それ。男は石炭30キロ担いで、はいはい、あの500メートルから1キロ走るっていう。なんだその優勝賞金あの30万円っ高っ。何そのレース。参加費無料っていう。何それ、どっから出てるの30万めちゃくちゃ面白いんですよ。面白い。そういうこともしつつ、あの新しいチャレンジもしつつ、ちゃんとトレランの大会、そこにもどんどん出てこうと思うんで、あくまで年に1回新しいチャレンジはしたいですけど、はいはい、ちゃんと大会も出てくと。あ、はい、自分のねベースの、はい、主軸を大事にして主のランニングトレランでちょっと大会にちゃんと、あ、ただファンで走るんじゃなくて結果をちゃんと求めて記録と向き合って走りたいなってところは、まあ、これからどんどんちょっと高めていきたいなと思ってますね。いやもうそういうね、なんて言うんだろう、うん、まあ、その選手としても、うん、そしてなんて言うんだろうな、新しいチャレンジをする、まあ、チャレンジャーとしても、うん、生き様がやっぱいいですね。フリースタイルでかなりフリースタイルです ね。いや本当に引き続き卓球プレイヤーとしての丹那佑介応援してますんで。いや本当に卓球って、まあ、でも卓球の話しかしてないですけどいや初めてですよ、ラントリップチャンネルでこんなに卓球で尺取るの。すいません、でもやってみてください。全天候型のスポーツなんで。あ、全天候天気の影響に影響受けない。そう、室内でね、風とか、はい、あの天気とか関係なく、きっとそれがランニングに返ってくる。そう、皆さんぜひ卓球をっていうことじゃなくていや、すごいわ、なんかこうやってもいろんな話聞いてきましたけど、はい、なんかいろんなことやってみたいなと思って見ましたわ、うん、そういう意味だと、うん、なんかでもさ、ワクワクを探すっていいっすよね。いや、楽しいと思いますよ。なんでそんな、なんでそんなワクワクとか自分の気持ちに純粋でいられるんですか。いやでも好きなことはやりたいじゃないですか。やりたいっす、はい、でなんかだからもうその自分の本能にの赴くままやってたらこうなったって感じですね好きなことやるためにはどうしたらいいんだろうとか。ああ、そうかそうか。もっと好きになるためにはどうしたらいいんだろうとか。いや、好きなものってどんどん欲が出てくるじゃないですか。出てくる。もっともっとって。あ、そう、ランニングに対してね、めっちゃ欲がある、うん、皆さんそういう方がもうたくさんいると思いますけど、 そっか、だから確かにランニングが好きで、うん、もっとどうやったら走れるんだろうとか、はい、どうやったら時間作れるんだろうとか、はい、好きだとそうやってなってきますもんね。そうで、やっぱランニングをしててよかったって思えることが、うん、多分結構大きなモチベーションになると思うんですよ。でランニングしてよかったなって思えることって意外と狭いと思うんですよ。例えば記録が伸びたとか、距離が伸びたとか、人といろんな人と出会えたとか、うん、あるご飯おいしく食べれたとかあると思うんですけど、違うスポーツをすることで、あ、ランニングしててよかったなって思えることってもっといっぱいあるんですよ。確かに、はい、あるわ。なんか別にランニングを捨てなくていいので、うん、ランニングのためにもそういった違う世界を知ることで、はあ、あ、ランニングしててよかったなってこう思えると、もっとランニングに 前のめりにこう取り組めると思うんですよ。そうね、はい、だからランニングをもっと好きになるためにも、ちょっとランニングとは違うことをするのはかなりあの面白いと思いますね。わあ、うん、なんかランニングの魅力に気づくためにも、はい、さらにランニング以外のことも、うん、楽しんでみる。新しい何かをちょっと注入してあげると、もっとこうランニング楽しいってなると思います。いや、そういうことね、うん、いや、なんか
これね、ご覧の方々もなんか他の趣味があったり、はい、昔やってたこととかあったら、うん、でそれはクロストレーニングの一環として、うん、むしろランニングをもっと好きになる、ランニングでいい効果を得られるために、うん、それが役立つかもしれないってことで。そうですね、言っちゃえばスポーツじゃなくてもいいんですよ。あの例えばあのお手玉とか、うわ、はい、ああいうものもあのコーディネーショントレーニング、コーディネーショントレーニングって言われるものに使われるんですよ、うん、体の使い方を、使い方を、だそういったお手玉とかそういったなんかちょっとこう芸的なもの、け、うん、剣玉もそうだし、あ、そっかそっかそっか、はい、あとは言っちゃえばその戦略系ボードゲーム、囲碁とか将棋とか、ああいった右脳を使うっていうものは、左脳、あ、右脳右脳をすごい使うんですけど、右脳を使うってあのまあ一応脳の瞬発力を高めるんですよ。はい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 、なのでトレイルランニングでバンって道があった時にどのルートが一番負担少ないかなとか、どれが効率的かなっていうのを一瞬で考えるスピードを上げるためには右脳ってすごい重要なんですよ。おもろい。だから言っちゃえば囲碁をするだけでもあのトレーラーにはつながるんですよ。言っちゃえばランニングのコーナリングにもつながったりもするだろうし。ちょっと待ってよ、はい、だからそう考えると無限大なんですよ。無限大じゃないですか。何してもランニングにつながるんじゃないかっていう。そうですね。そう、だからもうこれあれですよ、コメント欄で、はい、先生これとランニングは何をつなげればいいですかっていうのちょっとぜひクエスチョン飛ばしていただいたら、はい、あの先生答えてくれるかもしれないですから、はい、でも本当僕もずっと小学校から囲碁をやってたので、それはでも今本当トレランにつながってると思いますもんね、すごい。囲碁からの将棋だから本当に人生に無駄も、はい、なものはないというか、無駄はほぼないと思いますね。全てをつなげてランニングに生きてくるっていう、クロストレーニングいいっすね、はい、だクロストレーニングの可能性っていうところは多分本当多分人によっていろんなこうクロストレーニングあると思うんですけど、そこは多分いろんな多分みんな考えた方がいいと思いますね。僕は何ができるかなとか。確かに、うん、やっぱランニングがやりたくてもできない時ってあるじゃないですか。あるっす。場所は怪我とかも、ね、怪我してるとか場所が限られちゃうとか、うん、天気いまいちだなとか、そういう時にもできることってあると思うんで、それが結果ランニングに返ってくるっていう。いいですね、うん、なんかこう雨降ってそれこそわ今日何もできないやって言って、はい、家でボードゲームをした例えばなんかしたりしてる時に、はい、これをもう、はい、ランニングとの共通項を見つけて、うん、今日はこのトレーニングしました、はい、ボードゲームで右脳を鍛えるトレーニングしましたっていう、うん、はい、トレランの下り楽しみですみたいな、はい、SNS の投稿とかしてほしいです。今後増えてほしいですね。もう、うん、面白い。そういうのなんかちょっと新鮮、うん、なんかやっぱそういう目でね、いろんなものを純粋に楽しんでいくっていうことができると、うん、まあフィールドも広がっていくと思いますし、いやフィールドもコミュニティもどんどん広がっていくと思いますね。でも全て根源、あの軸には、軸というかもう核にはランニングがあると。すごいわ、はい、これぶれないところですね。僕はぶらさない。もう今日やっぱ改めて話聞いてみましたけど、うん、やっぱランニング愛がすごいね。いや僕中学校からずっと走ってますからね。やっぱすごいわ、そのなんかナンパな男じゃなかった。いやまあでもきっかけはナンパなんですけど。いやどういうこと。あの学校であの、うん、校内マラソン大会とかあるじゃないですか。ある。男走るときはあの男の子走るときは女の子応援で、はいはいはい、女の子走るときは男の子が応援みたいな、うん、でやっぱこう先頭走ってると女の子の声援一人占めしてる感じするじゃないですか。あるよ。え、これ突き詰めたらモテるのかなっていう。そこからそこもあるし、だから好奇心ではあると思うんですよね。あ、なるほどね、はい、だからそこから俺の好奇心は始まったのかもしれないです。芽生え、芽生え、好奇心の芽生え。自我の芽生え。シンプルにモテたいという欲求。モテたいという、はい、動機。でもこれってもうね、はい、あの世の中もうね、何歳になってもそうですけど、うん、男性女性やっぱり、はい、モテたいから走ってるみたいなとこやっぱありますよ。そう、だってかっこよくいたいもん、ま、そうだから、そうまさにそうで、うんうん、まあモテたいってまあ不純な動機じゃないですか。で不純な動機とかってまあ割とふわっとしてるんですけど、うん、そういったふわっとした動機って強いんですよ。持続するんですよ。そうなんだ。はい、あのある意味モテたいなーっていう、モテたいなーってどうなったらモテるって別に定義ないじゃないですか。まあまあそうね。だからあの終わりがないんですよ。終わりないっすね。だからそのモチベーションって尽きないんですよ。どうやったら結果出るか分かんないっすね、はい、だからかっこよくなりたいとかってのはめちゃくちゃいい動機なんですよ。なるほどね。かっこよく走りたいとか、ああそっか、かっこよくなりたいとかおしゃれになりたいとか、そういう不純な動機って、うん、めちゃくちゃふわっとしててすごく持続力高いんですよ。ある意味ですごい純な動機っていうか、あ、そう、その純な動機ほど、じゃあ純な動機最強説僕の中であって、おうおうおう、いやそれを
あの少しでもいいからそこのスペースを持っておくと、なるほどね、あのランニングが長く楽しめると思いますね。これはな、気づいた方がいいかもしれないですね、はい、なんかそういう意味だとこんだけマラソン突き詰めたり、うん、走ったりしてる、はい、その根源は何なのか、はい、いや私モテたいんだったみたいな、そう、そこからやっぱ目をそらしてる人もいると思うんですよ。あ、なるほど、ね、建前としてね向き合った方がいいです。面白い、はい、向き合った方がいい、だから言った方がいい、目をそらさない、認知療法って言われるものがあるぐらいなんで、認知することで結構世界が変わるって言われることがあるぐらいなので、なるほど、トレーニングでも意識性の原則でありますし、意識することで効率は上がるっていう、はい、そっか、そう、トレーニング指導法であるんですよ。じゃあだから自分の中の心の底にある、はい、モテたいという気持ちを、うん、ちゃんと認知をして、ちゃんと認知をするで意識をする、意識をして、はい、モテたいからこれをやってるんだと、はい、思うことによって、うん、ランニングがモテにどんどんつながってくるかもしれない、だしそのやってるランニングの質が高くなります。何、二言目に急にグッと真面目にしたじゃんグッと説得力出してきたじゃん。なんとなくやる30分のランニングと、うん、何かを意識してやる30分のランニングって全然質が違うんですよ。はい、これが意識性の原則って言われる、トレーニング指導法で言われるもので、すごい勉強になってきたよ。はい、だからなんとなく走るのはもったいないんですよ。なんとなくやることはもったいなくて、はい、ちゃんと考えてやるっていうことが大事、めちゃくちゃ大事、何するにも大事だと思います。これそういう意味だとどうですか、その、はい、30分間ただジョグするじゃなくて、うん、30分間、うん、俺はモテるために走ってる、はい、かっこよくなりたいんだって思いながら走ってるっていうことでも大事、うん、全然大丈夫です。でさらに言えば、例えばじゃあかっこよく走るってなんだろうとか、うん、そうなるですよね。じゃあかっこいい走り、例えばあの重たい走りよりは軽い走りのかっこいいじゃないですか。かっこいい、じゃあかっこいい走りってなんだろうってどんどん繋がってくるんですよ。そっかそっか、それでフォームを突き詰めて、そう、設置時間じゃ短くしていこうとか、うんうんうん、じゃあ腕振りのリズムちょっとこういう風にしていこうとか、はい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 、はい、なってくるんです。絶対な、あの絶対なってくるんですよ。それはあるわ、はい、じゃあ自分の中のかっこいいってなんだろうって絶対なると思うんで、そうするとめちゃくちゃ質上がります。上がるわ、めちゃくちゃ上がります。これちょっと、はい、俺も改めて自分の胸に手を当てて、はい、そこのそこ隠さない、はい、モテたいもんそうモテたいし、かっこよくいたい永久に。そう、やっぱイケてないよりはイケてたいじゃないですか。マジでイケてたいっすよ、うん、本当、はい、イケてたいっていうのがイケてない気するけど、イケてたいもんやっぱりイケてたいよそうなんですよ、ね、もう間もなく到着ってことでね、なんかありますか、こうラントリップに久しぶりに ご登場いただきましたけど、はい、リクエストというか、なんすかね、やっぱり僕自身、ま、やっぱクロストレーニングいろいろやってきたんですけど、はい、やっぱりそこの可能性ってやっぱ日々感じてるんですよ、うん、なのでなんかラントリップ主催のそのクロストレーニングイベントみたいな、おお、いいっすね、はい、あのクロストレーニングを通した異文化交流的なもの、おー、いいっすね、卓球大会とかあ、新しすぎるね、はい、ラントリップ主催あのランナーが集まる卓球大会、はい、卓球大会、いや、めちゃめちゃ面白そう、めちゃくちゃ面白いと思います、めちゃくちゃ面白そう、はい、だからそう、なんかちょっとそういったもうクロストレーニングイベントみたいなものはちょっとなんかぜひやってほしいなと。いやー、これはもう代表の大森さんも見てると思いますあと、まあ、クロストレーニングすることで、うん、あの、まあ、他の文化を知ることでよりランニングを好きになると、うん、そしてそういうことですね、あとはクロストレーニングっていうものの認知をしっかり高めて、はい、あのよりなんか怪我をしないで、あー、ね、より、はい、よりランニングを、まあ、速く走るためにも長く走るためにもちょっとクロストレーニングのことも知ろうっていう、すごいわ、はい、これクロストレーニングの先生でしたね今日。なんかそういう、まあまあ本当卓球もしたいですけど一番伝えたいのはやっぱクロストレーニングも、はい、クロストレーニングです。いやすごい、だから本当になんかいろんなもの、自分が興味ある全てワクワクするものが、はい、クロストレーニングとしてランニングにも生きてくるし、はい、ランニングがそういう違うものにも役立って、でもうそれで総じて人生が豊かになる、うん、楽しくなる、はい、こんな風になれるっていうもう最高だわ、俺もやる、じゃあ本当卓球しましょうよ、卓球しよう、はい、それだ、絶対面白いですから、これあのラントリップ主催の卓球大会が開催される日も遠くないかもしれない、お願いしますあ、ということで、はい、今回の旅するラントリップスタンド札幌ファクトリー到着
いしょー到着着きましたか。旅するラントリップスタンドグループランがスタートするということですか。はい、神中さん今日も一緒に走ってくるんですよね。走っちゃいます。ありがとうございます。お願いします、クロストレーニングぜひ教えてくださいこれからみんなで集合して走って乾杯したいと思います。旅するラントリップスタンドサポーテッドバイグダ、はい、ついに最終地北海道到着。旅するラントリップスタンドサポーテッドバイクダー北海道編無事終了でございました。いやめちゃくちゃ楽しかった。見てください、旅するラントリップスタンド東京、名古屋、福岡、北海道ご参加いただいた方々に書き込んでいただいたパネルがもう思い出がぎっしりでちょっとエモくなってます。いや今回はね4都市ということでいろいろと回ってきましたけど、やっぱりその土地土地に皆さんと一緒に交流しながら走る仲間が増えていくっていうのがねもう最高に楽しかったです。またですねこのランニングの輪がつながっていくラントリップどんどんつなげていきたいと思いますので、次の企画はいつあるか分かりませんけど皆様ぜひまたいろんな土地で会えるのを楽しみにしております。それではまた次の企画次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。